さあ集落の層おっしゃ激おこまずお前や、お姉さん余裕時間の無駄だわ、マジアイテムが充実してるからめっちゃ強いぞ今。希少材料変異、希少材料変異しよう。珍しい素材が見つかるように。よしよしよし、ええ感じええ感じ。どうよ、ええのあるやったね。ほら新発見、完熟果実をゲットしましたよ。でちょっと依頼も、達成していきます。よし、依頼も達成した。 OK、 あとは、新キロのエレメントを倒せれば OK か。はい、よし、忘却の素材を見つけたぞ。絆仕草、これもよかった。グラスコア、よし素材を見つけたぞ。そしてまた溜まりましたね。異物発見、強敵遭遇、採取できそうなものは大体取ったよな。さて次は何をするか。よし、ここ一回じゃ あ、敵倒して出ます。早く片付けましょう。みんなお疲れ様。グッド、かわいいな。カゴは59空いてるね。でこのパーセンテージを引き継いで外に行ってと。さあで、何やったっけ、新キロのエレメント、こいつは倒しに行こう。 OK、 じゃ あついでに採取してと。標的はちょっと今はいいから、どうしようかな。最終分担し、あ待てよ、異物発見しよう。やっぱり何だろう、木の板、アルマ、アルゲマイン版か。しかも今 A ボタン連射してもらったよ。お宝発見か、わかるかな気持ち。ななはい、先手を取った、行くぞ。よし、じゃ あレヘルン、最強レヘルンで攻撃をします。ほれ強すぎ。みんなお疲れ様。ほいついでに回収もしていきます。せこの素材、また何かで見た気がするな。回収分担、異物発見、こんなところで手に入るのか。もう一回異物発見します。ね、何かあるの。金属、木の板、調合素材、これいこう。ガラスの棒、よしよしよし、新しいの見つけたよ。 OK、 これって前時代の異物。あともう一回回収できるな。 OK、 鉱石を見つけたのか。で日付経ったんでこの辺には、敵倒してきます。先手を取った、いつもこれならいいんだけどな。お兄ちゃんのまた一歩前進だね。しちゃん OK、 輝いてもんな。お兄ちゃん今ので最後だな。あたりから魔物の気配が消えたみたいだ。じゃあ異物発見しよっかな。なんだろう、金属ってやってんのよな。アイアンボード、よしよしよし、これ初めて見る、新作ですわ。いいね、こいつはすごい発見だよ。テンション上がるな。いろんな使い道が、金属系めっちゃテンション上がるよな。あの人何やったっけ、気持ち悪いけどお兄ちゃんやったっけ。じゃあ依頼はこれでもう達成したからこれで帰りましょう。で自由時間を後で堪能するということでどうでしょうかね。どこ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 や、家コールセットやな。 OK、 コンテナにアイテム入れたと。で総務オフィスへ行き、あなたに報告をすると。どうもなかなかどうもあれやな、ローテーション化されてきたな行動が素晴らしいよ。依頼を見ると風知らずのこれ、これも行こうか。どうも、ニガハマウリ、いやソウルファイン、どうも、スラグメモリー、どうも、ホタル石、どうも。でまた上に行くことになるかな、おそらく新機能のエレメントとアメジストラップ。 OK、 で開発班オフィスへ行って報告しよう。これで8ライン達成です。 OK、 音でかい、凶暴な爆弾がもらえましたと。2500コールもらえました。よし、まだ全達成目指しますよ。あと何ある、木綿のシャツを連成、しかも防御力プラス3、お手製陶器を調合を、貫くドナーストーン調合を、命の杯を使おう、攻撃を対処することができます。これらのアイテムも、ほうほうほう、ナノスラグを倒せ、南方の遺跡点検依頼が届いている、確認する、スチールスキンを倒せ、グラスコア回収、栄光の手形調合、調合が多いですね。なるほどね。しかもなんかこれ依頼
調合成ってめちゃめちゃ大変やんけ今回。よし、他今できることは5000やのか。どうしよう、カゴの空き戦闘経験値、あ、あれがないんか、早くなるやつ。5000あったらあれをしたい方がいいかな。おお、いっぱいイベントあるやん。ちょっとじゃあイベントをやっていこうかね、いろいろと。お、まだイベント発生ですよ。第3期目標達成、順調なんかな、どうやろう。あと2ヶ月ぐらいやったっけ、余ってる時間が。うーん、どうしたん、何か問題でも、何かあった、何か新しいものを作ろうと思うんですけど、はい、あんまりいいものが思いつかないんですよ。かわいいな。私ってまだまだ作れるものの種類が少ないですよね。まだまだ増えるかな、やっぱり十分頑張ってると思うけどな。うんうん、新しいものね、なんかある。トントン、これマリオさんのおっちゃう、うん、そして左手。お疲れ様、うん、どう、仕事は順調。電光石火じゃなくて、殿下の宝刀の左手。どんなミスや今の。中央からまた新しい機材を仕入れられたの。お、マジっすか。ついさっきそれが取った。はいはい、どんなんですか。すごいですね。正直一つが限界かと思ってたんですけど。お前だからなんかちょっとバカにすんのやめてくれ、ね、私も甘く見てたわ、あの支部長。まあさっきめっちゃ怒ってた支部長やな。本当に中央に結構顔が効くのね。これから整備班が設置してくれるわ。よしよしよし、はい、次は何やろうな。防具武器やったから、変なとこ、そう、そのこれちょっとねできたわよ。なんでこの暗闇であのセリフは、だいぶなんか怪しいもんがあるけど、どうなんこの変な機械、何これ。分解器ですか。今度も何の機材なのかわからって、はいはい、それじゃこの機材も使いこなして。頑張る頑張る、班長、支部長にも。さあさあ、どんな調合ができるのかな、これは一体何ですか。うん、検討したな。異物の解析なんかに使われている。じゃあ遺跡とかで手に入ったものが何なのか分かるんですか。ほうほうほう、どういうことや、どういうことや。それだけじゃないぞ。分解器で解析すれば構造や材料を把握することができる。あー、なるほど。分かりやすく言えば、手に入った異物を俺たちで調合できるようになるんだ。へー、それじゃあ私にも外で手に。俺が調べてエスカにレシピを教える形になるけどな。なるほどなるほど。こいつを使えるのは今のところ俺だけだし、調整も全部任せてくれ。ちょっと自慢げやな今顔が、はい、ようやく自分の出番出たみたいな感じやな。使い方を教わっても全然わからない気がしますから。エスカ優しい気遣いやな。新しい物を見つけたら分解してみよう。エスカも作れるものが増えるからまた忙しくなるぞ。気遣いやな。いろいろと調合できるものが増えるんですね。よしよし、やる気出てきましたよ。分解のチュートリアル確認します。採取時で手に入れた前時代の異物は分解することでレシピや材料として再利用することができます。普通の採取アイテムは分解できない。はい、採取地からアトリエに戻ってきた時、調合アイテムを拾っていると分解をするかどうかの確認ができます。はい、出ますか。レシピを知らない場合は、レシピと分解後のアイテムを知っている場合は分解後のアイテムのみ手に入れます。どういうこと、ちょっとよくわかんないっす。分解は1個ずつ行い、ペキを押すと終了します。一度分解したアイテムは元に戻せないので注意してください。別のアイテムになった分解してしまうと元のアイテムには戻せない。うん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 、分解したアイテムもしなかったアイテムも分解の処理が終わった後は自動的にコンテナに収納されますと。はい、さっきドナーストーンを本なしで手に入れたから、そういうのを作れるようになるのかな。ダイヤフラムを作り方を覚えましたと。そんなで自由時間が来て、おお、予算の調整になるものは普通やった。マジもっとお金欲しいんすよ私。全然お金が足りなくて困ってます。5000円、本も欲しいしね。お、イベントがありますな。よし、ちょっとイベントも見ながらやっていこうかな。さてさて、じゃあ、開発班オフィスのイベントをやっていきましょうか。来ました、リンカ姫です。戻ってきてたんですね。もう姫ですね、リンカさんは。ええ、二人はマリオンに用ですか。いいえ、リンカさんに用があります。チェックをしてもらいに来たんですけど、リンカさん、マリオンさんいないですね。仲間になってください。マリオンは会議に出かけました。
何かあれば机の上に置いておくように。忙しいんですかね、リンカさん。ちょっと仲間になってくれませんか？用が多いのであれば、書類運びは自分にお任せください。あ、仲間になってくれますか？それ、本来は私たちがするようなお仕事なんじゃ。いえいえ、ぜひぜひリンカさん、うちの仲間になってくださいよ。自分が支部で手伝えることは、主に書類運びや資材の運搬だけです。運搬なんてやってないで。そういった仕事を二人がやってしまうと、自分のやることがなくなってしまいます。ぜひ一緒に旅に行きましょうよ。そういえばリンカさんが書類を書いているとロジーはいいで。細かい文字を読むのは苦手です。苦手やろ。文章だけでは何の話かも判断しにくいですし。ってことはもう一つ、夜間の見張りは耐えられても、書類を見ているとどうしても抜けがそれ仲間だろ。すごくわかります。何度も読み返してるとなんだか飽きてきちゃって。わかるで。書類関係が苦手なのか。確かにそれだと。ロジー、やはり支部では書類を書けなければいけないのでしょうか。いやいやいや、そばにいてくれるだけで。二人が困っていても自分には手伝えることが何もありません。いや、ちょっとロジーっていうやつがね、 なんか全部やっちゃうんで、もういらないんですよ。特にだって得意不得意はあるんだから仕方ないですって。おっと、ええこと言った。得意不得意は誰にでもある。うんうん、なるほど、そういう考えもあるのですね。リンカちゃんがいい感じになった。不得意な人間が無理をしてもいい結果が得られないことは多いです。その通りやな。なら不得意な仕事を避け続ければ最大の効率で仕事が進むはず。いい考え方。いや、まずは不得意なことを減らすのが先の話。ロジーはな、なんか後ろ向きやね。今までは人数が少なかったですが、いいとこ伸ばすのが一番いいね。そういった仕事は全て任せられます。そう。ありがとうございます。なんとか活路を見出せるような気がしてきました。よし、じゃあリンカちゃん仲間になってくださいよ。そうですか。よかったです。今後は自分の得意とする仕事で開発案に貢献しようと思います。ってことは、自分の得意そうな仕事があれば遠慮なく振ってください。冒険冒険冒険。ロジーはいい。なんだか言ってることがおかしいような。大丈夫かな。仲間ならん。マジで。あららら、ら次はホールでイベントか。その前に。あら、エスカちゃん。どうもどうも。今できること。5000円。5000円。悩むね、マジで。他。何もないと。よし、じゃあ、ホールのイベントいきますよ。お姉さんか。お姉さんどうもどうも。曲おしゃれだ、来たで。読んでるわ。めっちゃ本読んでるわ。立ちながら読んでるわ、本。どうもどうも。ごめんなさい、気づかなかったわ。特に用ないっす。え、そのスレイヤさんって綺麗だなと思って。いや、エスカの方が綺麗にちゃうかな。そういう風に褒められたのは初めてね。そうなん。え、初めてなんですか。それはさすがに意外です。うん、それはちょっと意外や。俺もそんなに驚かなくても、面と向かって人の容姿を褒める方が珍しいんじゃない。確かにそれはあるな。人のこと褒めてるけど、そういうあなたも可愛いじゃない。もっと自分に自信を持ったらどう。スレイヤーさん。そんなことないですよ。スレイヤーさん、エスカ狙い。スレイヤーさんの方がずっと綺麗です。男の人に照れてるやん。言われたりとかはしないんですか。めっちゃ照れてるやん、エスカちゃん。全くないわね。そもそも最近は異性に近寄られた覚えがないわ。それはちょっと言い過ぎだ。気がみんな言うのが恥ずかしいだけですよ。ちょっと近寄りがたいもんな。基本的にこもって読書していたり、町にはしばらく帰らないことも多いから。ほうほう。そもそも他人とはあまり関わらないのよね。人付き合いって面倒ばっかりだし。それは同意やな。相手に気を使って話すのって疲れるのよ。正直仕事とでも結婚して引きこもった方がマシね。いいね。もったいないな。そんなの寂しくないですか。まだ確信につくこと言うてすかじゃん。そんなわけで他人とそんなに積極的に話すことがあまりないのよ。はいはいはい。まあ論文のせいで話しているほど時間に余裕がないのもあるんだけど。うんうん。研究家なんてやっていたら仕方ないのかもしれないわね。うん。それお仕事の問題だけじゃないですよね。エスカちゃん社交的やもんな。もっといろんな人とおしゃべりした方が楽しいと思いますよ。年上にダメだし。そうね。マリオンがうるさいから人と話すようにこれでも努力はしてるのね。それにそういうあなたこそ素敵な男友達の一人もいないの。あれ、一応男好き。よかったら私にも紹介してくれないかしら。今ちょっとエスカに興味あったのにな。すみません。
確かに私も困っちゃいますロジーは眼中にないと冗談よ。オッケーオッケーオッケー。そんな人がいたら私じゃなくてマリオンにでも紹介してあげなさい。マリオンさん行き遅れ。ああいうのは何でもできるように見えて意外と奥手なのよ。あれも結婚できない女の典型ね。なるほど、そういうものなんですか。わかりました、覚えておきます。怖いな、仲良しか。でもマリオンさんもお仕事大好きですし、お仕事と結婚しちゃいそうですよね。なんかタブーっぽいで、ね、それマリオンが聞いたら落ち込むから黙っていてあげなさい。タブー言ってもうだな、エスカちゃんは若いからな。お姉さんたちに嫉妬されそうやな、エスカちゃんは。町の入り口、これなんか持ってかなあかんとこやったよな。何がいいんやったっけ。あ、蒸留水やったかな。ですね、蒸留水3ついるから1個しかないのか。オッケーオッケー。じゃあ、あ、広場を見ておこうか、一応。広場なんか鉄やったっけ、ガラスかなんかやったっけ。ガラスが足りなくて仕事にならない。ガラスの防火、グラスコア複数、めっちゃあるやん。オッケーラッキー。よいしょよいしょ、1個達成しましたよ。あと5000円あるから、確かなんか本買えるよな、これで。お、いいのが入った。何入った何入った。アイヒエ、渋の木、綺麗な水。これ買っとこう、なんか蒸留水に使いそうなので。で、おっさん水不足、真面目か。あとはじゃ あ市街、何もなしかな。カトラちゃん、キラキラビリビリ、ガラスの棒、まあ一応こういうのは買っときますか。オッケー。ウィルウェルって仲間ならんのかな、これ。あとリンゴハウスの、我らがアイドルの、はい。この二人はほんま可愛いな。いらっしゃい、エスカちゃん。はい、完璧。人体再生大全っていう、なんかこう錬金術っぽいのも買っておきますか。これでいいか。はい。オッケー。で、これで一旦アトリエ戻りますか。あ、来た、かわいすぎます。食べちゃったかな、これ。これ何やってるんだよ、エスカ。尻尾がまたいい感じで、もう完璧やな。